ボスラジオ。はい、始まりました。エンボスラジオ。今日は第90回です。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。はい、毎度恒例3本撮りの3本目です。本日も笠原さんに来てもらってます。よろしくお願いします。お願いします。前回はですね、取れ高がは、はかどりにはかどりまくりまして、30分80秒を超えるという。超えましたね、久しぶりに。超えましたね、久しぶりに。申し訳ない。いや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 。このラジオ実はもともと22回までは僕たち、まあ、もう一人いるんですけど、はい、ただただ酒飲みながら喋ってるという、雑談ラジオだった時は2時間とか言ってたんですけど、はい、この体制にしてからですね、30分超えはなかなか久しぶりなんじゃないかなと思います。久しぶりですね。まあ面白かったですからね、すごく。本当にありがとうございます。で、それがあったので、実は前回ですね、いつもなら2回目で聞いてる、なんでつくば来たんってところが聞けてなかったんですね。前回のお話は、まあ前回の第89回の方を聞いてもらえばいいんですけども、まあ留学に行ったと。で、カカンダの方にですね、留学に行って、でってところで、前回終わってますので、ちょっと今回その続きをね、聞いていきたいんですけども、大学スポーツを学びに、はいはい。ナビに、まあ、カナダの方に、行かれたってことだったんですけども、カナダの、なんというか、大学スポーツ事情というか、ちょっとまた、アメリカとかなり多分似てるようで、ちょっと違う部分があるかと思うんですけども、そのあたりのちょっと、まあ、行ってみての感想というか、そのあたりもちょっと聞かせていただきたいんですけれども、どうでしょうか。はい、私が行った大学が、結構こう、田舎の方の、はい。ビクトリアっていう島なんですけど、はい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 、そこにある大学だったんですけど、はい、アメリカで見てきたのが、まあ、UCLA とか、はい、あと IMG アカデミーとかもすごい私立の整ったところが多かった一方で、はい、そのビクトリアのところは結構こう田舎なところだったので、こう結構地方にだいぶ根ざしているというか、まあ、そういった大学でした、まず。で、まあ、大学スポーツは、カナダはアメリカと同じ感じで、ホームアンダーウェイ方式が取られている競技がたくさんあるので、行ってる間に、まあ、ラグビーの試合があったりとか、いろいろあったんですけど、はい、私が見に行った女子ラグビーの試合が、まあ、その大学で行われてた時も、こう大きく道路を挟んで向こう側にコートというかフィールドがあるんですけど、はい。その日、雨の日だったんですけど、雨の日なのに、学生がめっちゃ来てて、で、手作りの、手作りっていうか、なんていうんですかね、そんな簡易式のベンチに満員になって、で、なんかみんなフェイスペイントとか、別にフェイスペイントのキャンペーンっていうか、ブースがあるわけじゃないのに、こう自分たちでフェイスペイントしたりとか、肩持ったりとかして、すごい応援している光景を、目の当たりにして、はい、本当に言ったつくばよりももっとこう地方な感じのとこなんですけど、うんうん、そこでもそういう、 こう熱狂空間みたいなのが生まれているのを見て、まあ、それを見てちょっとこう日本でもできるんじゃないのかなみたいなのをこう感じながら見てました、はい、すごくあれですね、やっぱアメリカの大学スポーツと一緒で動員されるんですね、すごく。そうですね、でもこう、なんていうんですかね、場所自体はわざわざ観客席が用意されてるようなところじゃなくて、もう本当に運動公園みたいな日本の。はいはいはい、はい。ああいったところにこう簡易式のベンチがブワって出されてて、で、みんながこう自由に出入りできるみたいな感じなんですけど、うん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 、それでもだいぶ人が集まってきてて、ここはすごい、驚いた点というか、できるじゃんみたいな。できるじゃん。日本でもできるやんみたいな。東大の第一グラウンドの方がちゃんとした遺産ありますね。言ったらね、確かに。そうですか。そんな半年を過ごされて、はい、帰ってこられたと思うんですけど、はい、その後の動きとしてはどうなったんですか。そうですね。そこがちょっとね、まだまだないところなんですけど、はい、帰っていってからの動きが。もともとその行き先が当初アメリカ行こうみたいな思ったのがカナダになったっていうところがあったのもあるのと、うん、あとそこでもう一回こう学び直したいなっていう気持ちが出てきていたので、はい、カナダに行ったのがそういう経験をするっていうことと、あとまあアメリカの大学院に行きたいっていう気持ちがあったので、まあ、語学留学も
兼ねて行っていました。はい、で、まあ、そこでこう、まあ、IELTS のスコアを、はい、まあ、何点以上こう出願するには取らなきゃいけないっていうのがあったので、はい、それをやってたんですけど、あの、なかなかですね、うん、その、そこに達せず、IELTS 難しいんですよ、本当に。難しいですよね。あの、IELTS の目標スコアに達せず、お金も底をつき、はい、帰るかって言って、手当たりばったり感エグいすげえな。はい、日本に帰ってきたっていうのが、まあ正直なところですね。うん、まあ、いずれにせよ半年しかいられなかったので、半年の間で、あの、スコア取って、っていうようなこともあったんですけど、まあ、だいぶ無茶してる感じがする。あ、ということは、帰国された時には進路を決めて帰ってきたわけじゃなかったんですね、それで。全然。進路も決まってないし、なんなら、あの、自分の持ってたお金も一文無しになって帰ってきたわけですね。そうすると。はい、すごいですね。ジャーニーですね、本当に。ジャーニー。で、そこからどうなるんですか？帰ってきてお金もなく。そこから、まあ、お金ないんで仕事をやらないとなっていうところを。うん。で、まあ、2社目働いたところに内定いただいて、スポーツマーケティングの会社だったんですけど、そこで、働くことになったっていうのが、まあ、一つの、こう、進んでた話と、はい。うん、で、もう一つが、ソドームに行ったときに、筑波大学の人たちと、こう、なんですかね、お取り組みさせてもらってたので、関わりがあって、あの、アスレチックデパートメントの人とか、してる人いたので、一応、あの、帰ってきた、で、なんか帰ってきましたみたいなのを言いに、筑波まで来たんですよ。うん。うん、で、まあ、当時お世話になった、今お世話になっている指導教員の先生がそうなんですけど、まあ、その先生とか、あの、アスレチックデパートメントのディレクターの方、うん、副ディレクターか、の方にお会いして、まあ、こういうことやりたくて、みたいな。まあ、ただ、英語のスコアダメだったんですよね、みたいな話をちょろっとしたら、うん、え、スコアにあるよ、ティアスって、プログラム、みたいな。うん。感じで、紹介してもらって、プログラム。で、まあ、一応オリンピックがまあ主なプログラムだけど、うんうん、でもこれからこう、筑波大学としてもスポーツアドミニストレーターの養成とか、うん、あとアスレチックデパートメントどんどん大きくしていきたいから、ここで学べることもあるんじゃないかっていうような話をしていただいて、うん、でまあいろいろと考えて、行くかってなって、出してみようかなっていう感じで出したって感じですね。じゃあ、巡り合わせだったんですね。完全に、うん、あの、ですね、そこは、本当に、特別な理由がなくて、逆にあれなんですけど、でも、そういう、引き合わせてもらったというか。いや、でも、経緯だったんだ。はい。ということは、あの、あれですか、じゃあ、一定期間は社会人と学生の二足のわらじを履いている時期もあったってことなんですか？そうですね。実際その社会人、第一部で聞きゃよかったかもしれないですけど、社会人として仕事をしながら大学で学ぶって、実際にやってみるとどうですか？大変さとか、そういったところっていうのは。大変は大変なんですけど、うんうん、まあ、できるものではあると思います。で、実際私あのドームにいるときに、教員免許をやっぱり取ろうかなと思って、通信制の大学通ってたんですよ。はい。なんで、まあそういうこともやってたので、まあできるかなと思って、そんなにこう深く、重たく考えずに始めて、で、まあ実際、こう時間が、拘束時間がある仕事とかだと難しいと思うんですけど、まあ自分でこう時間を決めてやれるものであれば、全然できるかなっていうような感覚ではありました。そういったことで、ふわっと社会人で大学院に戻るというような選択をされて、はい、あの、一部で話されたような研究をされて、論文を提出されたというのが今ということですかね。はい。で、今が6月ですけれども、もうあとじゃあ3ヶ月ほどすると終了になるのかなと思うんですけども、はい、そうですね。以降のこのキャリアというかは、はい、
今までと違って決まっているんでしょうか決まってないでしょうかっていうところですけども、その辺はいかがですか。ですね、まあ、さすがにもうこの年になって、そろそろあの、ちゃんと先を見て行動しないといけないかなと思って、はい。まあ、我々同級生なんですけどね、ここね。はい、一応あの次、仕事をする、ところは決まっていて、はい、まあ、引き続きあの大学スポーツにと関係した仕事をする予定でいます、うんうんうん、あ、それは民間でされるんですかね、それとも公約公共機関になるんですか、どうなんだろう、まあ、なんかそういうことですね、まあ、愛の子みたいな、そういうことですね。はい。明確に。まあ、いずれにしても、その専門性というか、学ばれたことというか、自分の中で大事にされている大学スポーツというところには関わっていくる、ね。そうですね。はい。やっぱりこの、ドームで、なりきわかんないですけど、配属で決まった大学スポーツに関わるっていうことを、今も、そのドームから数えたら何年ぐらいになる、どのくらいの期間になる、結構、なるのかなって気がするんですけど。6年、7年ぐらいですか。それくらいやっぱ関わっていく中で、またそれをこれからも継続していくってことですけど、はい。やっぱそれを選択している理由って何かあるんですか？ああ、難しいですね。何なんですかね。転職の面談ですかって感じでね。いやいや、シンプルに、だってさ、はい、あの、言ってしまえば、マーケットもちっちゃいし、はい。課題も多いし、うん。うん、それこそね、アメリカ、海外っていうことで勉強したいっていう意識があったら、うん、そういった道もあったのかなって思うんですよ。うん、いや、まあ、それはそうですね。うん。で、それでもやはり現場に戻られるっていうのには何か思いがあるのかなっていう。そうですね。やっぱ自分自身が現場が好きだっていうのが、まあ、現場に残る理由の一つ、うん、で、まあ、それはドームで、こう、営業、活動しながらそこにやりがいを感じてたっていうことと、まあ、大学時代の、話もそうですけど、うんうんうん、そう、直接現場と関わることで自分自身がやりがいを感じてたので、まあ、現場に関わり続けたいっていうのが一つあるのと、もう一つは、まあ、日本の大学スポーツに関わりたい理由は、まあ、私どちらかというとトップアスリートとかを支援したいっていうよりかは、うん、こう、なんていうんですかね、潰れちゃいそうな子とか、あとはまあベンチに入、まあ自分自身が入れなかったからっていうのもあるんですけど、うん、まあこう、腐っちゃいそうな子たちってやっぱり一定数いると思ってて、うん、やっぱドロップアウトしちゃう子たちも結構多いですよね、うん、大学の部活動でも。うんうん、だからそういう子たちを、まあ最終的には、この大学スポーツの仕組みとかがしっかりした、その暁にはというか、まあそういう支援を結果的に、最終的にしたいなっていう、気持ちがあって、うん、まあ、そこですかね。そのためには、やっぱり、仕組みが、うん、組織がしっかりしてないと、そこを支える発行とか、うん、そこを支える人がちゃんとしてないと、まあ、そういう支援ができないので、うんうんうん、まあ、そこのために今やってるっていうような形ですかね。なので、はい、うん、大学も、そのトップの大学とかは自分たちで多分ほっとけばみんな勝手にやると思うんですけど、まあそういうのやりたいけどできない大学って実は多分いっぱいあって、うん、そういうところをこう支援できれば、まあより多くの大学が、で、そしたらそこの傘の元にいるより多くの学生、アスリートたちがより良くなるのかなっていう、うん、なればいいなっていうふうに思って、やってるっていう感じですかね。まあ、自分がずっとベンチだったっていうのは結構大きいかもしれないですね。うん、そういう意味だと。もうだんだんこうやりたいことの話になってきたなっていうのがあるんですけど。うん、やっぱりその、やっぱそういったところでの、なんか、なんていうんですかね、育成というか、まあ、最終的なゴールとしてはそういうところを目指すにはやはり組織だと。体制作りが一番大事だっていうところが、今時点で自分の思って、はい、課題感というか、その組織をどうしていくんだというところがあって動かれているっていうようなところになるんですかね。はい、そうですね。まさにいつも聞いてる質問に行っちゃうと、なんか同じ答えが来そうな気もしてるんですけど、いつも最後に聞いてるのは、ね、5年後をどうなっていたいかっていうのをいつも最後にのパートではいつも聞いてるんですけども。なるほど。まあ、5年後と言わずというか、まあ、別にそれが、
例えば、まあ、比較的気のいい35歳っていう数字でも、まあ別にいいですし、まあそれが10年後とかでも別にいいんですけど、うん、比較的近い将来に自分がどうありたいか、何をしたいかっていうところをいつも、まあ聞いてはいるんですけれども、その点どうでしょうかというかね、多分同じ答えになると思う。自分がどうありたいかか、難しいですね。うん、難しいですね。なんか自分はどうあっててもいいかなという、その、まあ、立ち位置とか、うん、まあ、いわゆる肩書きみたいなのは、まあ、どうなっててもいいかなとは思うんですけど、うん、まあ、より多くの大学とか、大学アスリートを支援できるような、うん、できるようになっていたいし、まあ、できるようなこう組織づくりとか、うん、人材の育成、だからまずはその、うん、そこに従事する人たちの人材の育成みたいなところに、うん、私自身がこう、うん、なんですかね、それを手掛けられるようになっているといいなっていう、こう描いてるだけじゃなくて、うん、実装できるような風になってるといいかなとは思っています。今よりも一層手触り感のある形で関わりたいっていう感じですね。はい、はい、そうですね。理論と実践ってよく、なんかいろんなところで使われる言葉ですけど、やっぱり両方大事だなと思ってて、うん、まあ理論だけ語ってても、結局それが実践されなかったら、意味ないし、まあ実践してても、結局そこだけの話、その大学だけの話になっちゃってたら、日本全体として良くなっていかないので、ただそこは、できるようになりたいかなっていうところで、まあ今理論のところをこうやってるので、実践みたいなところができるといいかなと思ってます。ちょっと、なるほど。その中でやはり組織づくりっていうので、なんかまた難しいこと聞いちゃうかもしれないですけど、まあ、アメリカの現場があり、はい、で、カナダも見て、で、まあ、日本のことも研究されてっていう中で、まあ、組織を変えていかなきゃいけないとは言っても、アメリカ式は急には無理だという中で、うん、今、笠原さん自身がお持ちの仮説として、こんな風になったら大学のアスレチックデパートメントっていいんじゃないかなっていう、ここをまず変えたいなとか、なんかそういうのってあったりしょ、仮説でとしてあったりします。これは組織の話とかとその前提の話になってしまうかもしれないんですけど、うん、はい、大学、その大学において、大学スポーツ、まあ、いわゆる部活動って何なのかっていうことを、うんうん、まあ、正式に位置づける。だからそのために、たくさん議論が必要だと思うんですけど、うん、まあ、アスレチックデパートメントとか、うん、まあ、スポーツ局とか、うん、そういうのを設立することが目的とか、ゴールになっちゃって、うん、いることが、まあ、結構あるかなと思っていて、まあ、これは多分そこだ、うん、スポーツ局の話だけではなくて、うんうん、日本のこう、うん、組織とか、なんていうんですかね、うん、文化としてやっぱりそういうところが多いかなと思うんですけど、やっぱりそれ以前に、うん、じゃあなんでアスレチックデパートメント必要なのか、うん、多分必要じゃない部活や大学とかもあると思うんですよね。うん、それはそれで全然よくて。うん、自分の大学にアスレチックデパートメントがなんで必要なのか、うん、っていうところをまず解く、うんうん、っていうところが本当に大学スポーツを変えていくためのこう一丁目一番地の課題、うんうん、っていうふうに、捉えています。なるほど。だから、はい、その日本って大学たくさんあるじゃないですか。はい、いっぱいある大学、そのそれぞれの大学における、まず部活動ってどうなのっていう、はい、そもそも論からしっかり見た上で、その目標に合った形に、ある種、日本のアスレチックデパートメントはこうですよ、ではなくて、もっと、はい、こう、ミクロな視点において作っていっていいんじゃないかと。いうようなところになるんですかね。はい、はい、そうですね。だから全て型にはめる必要はないかなっていう。うん。でも型にはめないで、こうある、うん、やるためには、そこのこう前提の部分が各大学でしっかり定義できてないと、作っていけないので、う
そこ本当に大事だなっていうのを、まあ、研究でもそうですし、まあ、やっぱり今まで見させていただいた大学さんとか、関わらせていただいた大学さんとか、見てても思いますね。はい。本当にそう思います。本当にそう思います。私も。なんかある種、そういった、なんだろう、こう、アメリカとかみたいになるともう、かなり大学スポーツっていうののマーケティング、マーケットもしっかりしてるし、はい、もう多分文化として醸成されてきたものがあるので、アメリカの大学スポーツとはっていうのに対する明確な多分答えがあるのに対して、今日本でない状況、はい、だからこそそういう方法が取れるっていう部分もあったりするかもしれないですよね。はい、そうですね。聞いてると。そうですか。いやー、なんか、めちゃめちゃ面白そうな気もするが、すごくこう、なんていうんですかね、ほんと草の根活動じゃないですけど、地道な活動がすごく必要になってくる世界だなという気はしますね。はい、今まで部活動は部活動で、多分作り上げられてきた、まあ、文化とか伝統があるので、まあ、そこが全部ダメっていうわけでは決してないと思いますし、うん、そこのいいところとかを、うん、取り入れつつ、でも変えなきゃいけない部分は変えなきゃいけないみたいな形で、うんうん、今までを否定するわけではないので、うん、なんか、こう、なんて言うんですかね。難しいですけど、こう、ね、濁った水を越していくような感じですよね。だからどちらかというと。そうある種。ガラッと変えるよりっていうわけじゃなくて。ある種、日本の部活動っていうのもこう、日本、世界の中でちょっと特別な、ある種大事にされてきた文化としてあるので、はい、そこは大事にしつつってことですよね。はい。はい。本当にね、あのね、僕もね、こう喋ってね、あの、思うところがたくさんあるので。おそらく放送に載せれない内容になりそうですよね。そう、ね、載せれないです。これ残すと結構ね、本当僕、多分職終われちゃうので。でまあ、はい、ありがとうございます。そこの漱石が、あの、今作ってるまさにスタートしたところだからこその、やれる部分がきっとあって、それが、こう、各大学ごとのカラーを持って、まあ、ある種その、大きくもカラーを打ち出してやってるのが、ある種筑波大学かもしれないんですけど、歴史もって。まあ、その、じゃあ筑波大じゃない大学だってみんな部活頑張ってるし、その、でも学校によった部活のカラーっていうのがちょこ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 出ていく中で、じゃあ、何十年後の、世界として日本の部活、大学部活、スポーツってこうだよねっていうのが、もうすごい長いスパンで醸成されていくっていうデモですかね、なんか聞いてると。はい。そうです。うまくまとめてくれてありがとうございます。これね、ぜひ本当に実際活動、お仕事をね、晴れてからの話もめちゃめちゃ聞きたいですよね。はい、そうですね。あの、うん、まあ、このラジオ、あの、いつもこう、近い将来の話を聞こうって聞いて、で、また、まあ、5年後とは言ったものの、まあ、3年後ぐらいにもう一回聞きたいねってことをね、いつも喋ってるんですけど。そうですね。あの時こんな話されてましたけど、どうなってますかっていうのは聞けたらいいなっていうのを言って。あの時喋ってたけど、いや、実は全然違う方向に行ったとか。あの、むしろそれを、あの、超えて、あの、一層走ってますみたいな人も多分いるだろうし。まあ、そういう意味でもなんだこう、あの、まあ、今後、多分、この行動力なので、今後多分、すごい、よりこうね、一層。すごい。うん。まあ、変化を求めて、それがまあ自分の求めた変化か、あるいはその時々の要請に応じた変化なのか分かんないですけど、多分ね、うん、あの、近い将来、また大きく変わっていることだと思いますので、はい、引き続き、あの、またね、はい、ぜひ、あの、それこそ本当に近い将来、また改めて出演をしていただければと思いますので、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。ということで、結構いい時間になってきましたので、このあたりで第90回のエンボスラジオをお別れしたいと思います。あの、このラジオ、いつも聞いていただいている皆さん、まあ、少数なんですけども、あの、布教活動の方、何卒よろしくお願いいたします。まあ、そろそろですね、100回という記念の、節目の回も見えてきたところなので、まあ、我々も、ポッドキャスターと名乗って、引き続き活動していきたいんですけども、いかんせん、発信力が弱いというふうな課題もあります。結構、あの、出演してもらっている人たちのバックボーンはかなり多岐にわたっていて、あの、なかなか、あの、その分野で、ある種、こう、フロントランナー的なところを頑張っている人がいますので、どこかの誰かのヒントになればと思って、こうやって続けています。あの、近くにね、なんか迷っている人いたら、ぜひこのラジオを聞かせて、
あげて、少しでもこう何か助けになればいいかなというふうに思ってますので、布教活動と、それから、高評価と、あと、登録もよろしくお願いします。ということで、第90回のエンボスラジオ、このあたりでお別れしたいと思います。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。エンボスラジオ。